こんにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。現在の映像はクロオアリがミルワームを食べている様子です。このクロオアリのワーカーたちは女王を失いトゲアリ女王の養子となったワーカーたちです。最近とても寒くなりましたが、クロオアリのワーカーたちはこのようにミルワームを食べます。今日の動画はそんなクロオアリのワーカーたちの切なく報われない話になります。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。皆さんはクロオアリのワーカーがミルワームを食べる様子を拙者して観察したことがあるでしょうか。左上のワーカーの口元をご覧ください。クロオアリのワーカーはミルワームをガブガブと大顎で砕いて食べるのではなく、口元に生えた細かい毛、花芯ヒゲなどを使って舐め取るような形で内部の液状の部分を食べているのです。そしてその様子をじっと観察していると、とても丁寧で丹念に舐め取っているのがわかります。アリガイにとってはごくごく普通の光景かもしれませんが、私はこれを見てとても感動しました。もう少し拙者して観察してみましょう。アリはミルワームの内部の体液を大雑把に全体ではなく一部分で一滴残らず舐め取ろうと、床にワックスをかけるかのように左右に頭を動かしながらまんべんなく花芯ヒゲを使って実に一生懸命に舐めているのがわかります。なぜ私がこの光景に感動したかと言いますと、クロオアリのワーカーがとても一生懸命に丁寧に働いているからです。クロオアリのワーカーはなぜ何のためにここまで一生懸命に食物を取ろうとしているのでしょうか。もちろん自分自身の栄養のためでもあるのですが、アリのワーカーは愛しき女王様のためにタンパク質を取ろうと一生懸命働いているのです。そしてこのクロオアリの女王様は現在はトゲアリになっています。クロオアリのワーカーたちはトゲアリの女王を自分たちの母親だと思い込んで一生懸命働いているのです。クロオアリのワーカーが得たタンパク質はこのようにトゲアリの女王のものとなります。そしてトゲアリの女王はクロオアリのワーカーからもらったタンパク質でトゲアリのワーカーを産みます。トゲアリのワーカーは一定数に達するとこれまで自分たちに尽くしてきたクロオアリたちを排除して純粋なトゲアリのコロニーを作ります。そうです、このクロオアリたちの一生懸命な努力は報われることがないのです。クロオアリの努力はこれだけではありません。クロオアリはこのミルワームを食べるまでの間に警戒をして大顎を使って攻撃をしたり、お尻から蟻酸をかけたりしています。この攻撃や蟻酸かけにも自身のエネルギーや体液をたくさん使用しています。この餌が生きているかもしれないという前提でコロニーのダメージが最小限になるように一生懸命戦っているのです。また蟻酸には解毒作用があると言われています。肉汁には時々病原菌などが付着していることがあります。大切な女王様を病気から守るためワーカーたちは一生懸命蟻酸をかけていると思われます。そしてこのトゲアリが寄生したクロオアリのコロニーを飼育しているのは他ならぬ飼い主本人です。このクロオアリのワーカーたちは報われることなく、いずれトゲアリのワーカーたちに排除されるかもしれない運命にあることを理解しながら、トゲアリのコロニー成立を願ってミルワームを奴隷になったクロオアリに与えているのです。そう考えるとなんだかとても複雑な気持ちになりますね。トゲアリにはもちろん成功してほしいし、クロオアリにも快適に暮らしてほしいけど、トゲアリのために奴隷としても頑張ってほしい。アリ愛とは一体何でしょうか。とても疑問に感じてしまいます。しかしせっかくトゲアリをご縁があって飼育しているので、もちろん全力を挙げてトゲアリのコロニー化のためにエネルギーを注ぎたいと思っています。
トゲアリをくださった佐竹むっしさんにもとても感謝していますし、クロオアリをくださった浜田屋チャンネルさんにもとても感謝しています。ご覧の通り、トゲアリの女王を攻撃するクロオアリのワーカーはもういません。栄養交換も頻繁にするようになり、トゲアリの腹部も大きくなってまいりました。今回、トゲアリとクロオアリのどちらも快適に過ごせる巣として用意したこちらのケースもとても良さそうです。いわゆる第一段階は十分にクリアできたと言えるでしょう。あとはトゲアリの女王が産卵してくれればというところまで来ました。こちらに幼虫が映っていますが、これはおそらくクロオアリの越冬幼虫と思われます。ただ幼虫が出現した時期がトゲアリを寄生させた後なので、もしかするとトゲアリの幼虫である可能性もあります。春になってからの楽しみですね。今回の動画いかがだったでしょうか。今日の動画はトゲアリを寄生させたクロオアリにミルワームを与えて観察したら、クロオアリの一生懸命さに思わず物思いにふけってしまったという話でした。トゲアリをはじめ、アメイロケアリやクロクサアリ、赤山アリやサムライアリなど他のアリに社会寄生をするアリを飼育されたこともある方は同じようなことを思ったことがあるのではないでしょうか。他のアリのコロニーの発展のために別の種のワーカーを奴隷にするということに対しての回収自身に対する疑問、しかしそれはトゲアリやアメイロケアリなどの寄生種を飼育する上で避けて通ることはできませんし、トゲアリやアメイロケアリを飼育している以上は最後まで彼女らのために飼育し続けることが何より飼い主の責任でもあります。アリ寄生種の飼育は成功すれば飼育者に癒しをもたらすだけでなく、アリの生態学の発展においてもとても大事な役割を果たしています。なので飼育をされている方は頑張って続けていきましょう。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。ツイッターやインスタグラムもやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。